江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。まず最初なんですけども、犬猫を育てたら、こうね、ペットの保有税っていうのが今韓国で検討されているというニュースでございます。じゃあ行きましょう。政府は子犬や猫などのペットと関連する政策財源を確保するため、ペットの保有税の導入効果を検討していると。ペットを捨てちゃうことに対する問題に対応する財源を確保するための目的だが、これまでになかった税金を課すことによる反発心理が大きいと予想されるということで、まあ、趣旨はまあわかるよということで、そうなんだ。ただね、税金を課すって言われちゃう、確かにちょっと拒否反応あるよねと。じゃあ韓国さんの反応としてどうなんだと。これコメント結構ついてるんですよ。1700ついてるんですね。1798、まあ約1800ですよ。と思って、税金取られるんだと思ってね。じゃあこれ反応ちょっと見ていきましょう。これがね、両親よりも貴重に育てた犬たちを1年に11万匹捨てているという、ペット保有税を強く導入しなければならない。4031、非共感303と、共感が圧倒的に多いんですよね。人に住民税を課すようにペットにも税金を課すのが妥当だということで、良い方針だと、ね。動物を育てる自由を源泉から遮断しなければならないということでね。こんな感じですね。結構受け入れられてるんですよね。まあそういう風な話がありましたよ。皆さんどう思いますか？これで、こう気軽にペットを飼って、で、もう勝手に捨てちゃうんだったら、まあいいのかなとも思いますけど、趣旨が趣旨ならね。途中でポッケないない人とか、じゃあ嫌だよ。と思うけどね。するんだろうな。渓谷のふるさと納税、お金の行き場所がないとか言って記事出てましたけどね。多分ポッケないないしてんだろうなとかって思いますけどね。はい、次はですね、こちら。韓国が知っている中国ではないということで、まあ、中国ネタなんですけど、韓国が知る中国ではない。コロナ4年と米中紛争時期を経て、中国は知らないうちに変わったと。最近、韓国貿易協会が中国に法人を置いている国内外企業である30人を対象に真相インタビューをした内容だと。今回の真相インタビューで、企業人たちは中国は半導体を除けば韓国に全て追い抜き、ほとんどは追い越したとし、中国現地で感じる危機感は本国で感じるよりはるかに深刻だと口を揃えたということで、まあ、これ報告書を作成するんですけども、自動車部品、バッテリー、石油化学、航空、流通、ゲーム、バイオ、金融などにかけて中国で事業をする企業人たちが感じる危機感が込められていたと。企業人たちは、中国は必要なら夜でも、まあ、働く柔軟な労働体系、アイデアがあればすぐに実行する迅速な意思決定、失敗した 90% 企業の技術を残った 10% が吸収する高速イノベーション戦略で眩しい成長しているとし、特に過去4、5年、コロナと米中の葛藤を経て中国は途方もない変化が進んできたとしたと。今韓国に競争力が残っている産業は 10% 水準だが、ここで躊躇すれば全てがこう逃がしてしまうという警告もあったということで、まあ、中国はね、まあ、かなり伸びているということなんですね。韓国さんも半導体以外もうないということですね。米国にくっついてるからなんとか半導体はついていけてるよっていうだけの話ですかね。はい、じゃあ次行きましょう。次がね、ふざけたというかね、ちょっとイラッとする記事なんですけども、日本 MZ 世代の韓国に対する考えはということで、まあ、韓国さんがね、日本をガン見してるわけですよ。MZ 世代っていうのは、今の12歳から43歳までのことを MZ 世代っていうんですね。結構幅広いな。で、この人たちは、日本の MZ 世代は韓国をどのような視線で見つめているのだろうかと、大きく2つの特徴に言及したいと。とある大学のですね、日本学科の教授の話ですね。
第一に日本の MZ 世代は政治に全く無関心であるわけでなく、日韓関係の歴史的脈絡から眺めることもないと、彼らはまあなあ韓国の歴史なんか興味ねえもんな、彼らは日本の朝鮮植民支配や第二次世界大戦当時の加害者日本に関してはわずか6行に過ぎない歴史教科書からもわざわざ勉強しない限り記憶すらでしないと。で、歴史は歴史であり文化は文化だけと考えると、一方今日韓国に関しては最先端国家である IT 強国とみなされ、日本はそうではない遅れた国家と見ており、そんな風に見てんの今の日本の MZ 世代は、私は MZ 世代じゃないんで、そんな風には見てないんですけど、どこで韓国が最先端国家で IT 強国っていう風に映ったのかね、よくわかんねえ。だって自分のそのさ、あの12歳から43歳結構幅広いけど、その間に韓国って IT 強国だなと最先端国家だなって感じる瞬間あるか。なんかこの前 LG テレビが日本で販売1位とかってあったけど、 OLED でね。でもそんなテレビ買うか、そもそもでかいテレビどうなんでしょう。まあ40とか30代40代だったらまあ買うかもしれないけど、まあ、そもそもなテレビもなあんまな。で、韓国を文化先進国先端流行の発信地、若い人はファッション、なんだっけな、10代だっけ20代だっけ、女性はなんか韓国ファッションを結構チェックしてるとはあのデータに出てましたけどね。いや全員が全員じゃないと思うけどね。文化先進国どこがよくわかんない。文化というより、まあ文化カルチャー流行だろうな、流行。韓国の既成世代が見れば日本の MZ 世代が歴史も知らないように見えるかもしれないが、文化と経済的な側面で韓国を、羨む日本の若い世代を見ると、隠せの感があるというような感じでね言ってるわけですよ。ふざけたこと言ってんなと。で第2に、日本の MZ 世代は今日本で第4次韓流ブームを主導していると。そうなんだ、今第4次韓流ブームなんだ日本での韓流はかつての流行を超えて日本社会全体に広がっていると言っても過言ではないほどであり。そうなの、どうなんだろうこれさ、ぶっちゃけさ、いや例えなんだろうな、 K-POP がじゃあ韓流だとしようか、我々にはなんか K-POP も韓流の一つかなって思うんだけど、これ裏を返すと K-POP ファンは韓流に加えてほしくないんじゃないの、もしかしたら一緒にしないでくれ、音楽は音楽だと、もしかしたらそう思ってるかもしれないねまあいいや、はい。これらの MZ たちは韓国を憧れの対象として、韓国人になりたい、韓国人の顔に整形したいという言葉も、まあ言うと。特に、コロナ当時外出が難しくなり在宅時間が増えて、韓国映画ドラマを見て韓国料理を食べる系コンテンツが一種の文化に位置づけられたことがまた別の韓流が定着するきっかけにもなった。その中でも都韓ごっこは圧巻だと。都韓ごっこね、一回ご紹介しましたね。韓国には行きたいのに行くことができないので、コンビニで韓国のお菓子や化粧品、小物などを購入してホテルに宿泊し、韓国式パジャマを着て K-POP 歌を聴き、一晩過ごしながらまるで韓国を訪れたような雰囲気を演出するという、はい、なんかそんなのが、まあ、一部で流行ってるというか、やってた、流行ってるほどでもないと思うけどね。このように日本の MZ 世代は価値と品質を最重視し、まあそれはいいんだけど、それが韓国に当てはまるかどうかは別だよな。一度適用するとブランドに対する忠誠度が非常に高いため、韓国の立場ではこれをうまく活用する必要があると。またなんか下心が出てきたよ。特に日本はプレゼント文化が発達した国であり、これらが韓流を通じて日本の韓国の財貨とサービス、そして文化に親和的に接する場合、60代まで行く可能性が非常に高い。そんなことねえよということでね。まあなんかすげえなんかマニアックな話ですよね。これを全部と、まあでもまあ間違ってない部分もあるかもしれないけど、だけ真に受ける人がいるだろう。
はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、石焼ビビンバ中国の遺産だと、文化遺産だという記事、これ前回ご紹介しました、本編の方で。でさらにですね、これに対してとある韓国の教授が目くじらを立てているということね。皆さんどの教授だと思いますか、目くじら、ね、で、韓国の伝統料理の一つである石焼ビビンバが3年前に中国の無形文化遺産に指定された事実が遅れて知られて、論議になった中、中国全域でこのような内容で広報して、石焼ビビンバを売る店舗数が1000店を超えたことが分かったということで、でこの写真あるんですけども、ここに朝鮮族の文化遺産って書いてあるんですよ。だからこれを利用して積極的に店舗を展開しているチェーン店があるらしい。でその教授は、孫新女子大学のソギョンドク教授ということで、あれですよ、あいつですよ。先週の大きな議論になった後、多くの情報提供を受け、石焼ビビンバを代表メニューとして、商売している中国のフランチャイズ、ミシュンを知ることになったと伝えたということで、韓服が中国の韓服に由来したという主張を裏付けるようだと指摘したと。これで教授は以前からキムチ、サムゲタンなど韓国の伝統料理を中国のものだという強引な主張を広げてきたが、石焼ビビンバまでチェーン店を作って広報するのには一線を越えたと直撃した。それとともに中国に観光してきた外国人たちがややもして石焼ビビンバを中華料理と誤解することが起きて非常に憂慮すると。今回のことをきっかけに韓国の伝統料理を全世界に正しく知らせるための多言語映像キャンペーンを着実に広げていくと付け加えたということでね、まあそんな感じで目くじらを立っているということでございます。はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、韓国さん、ゴミ風船でですね、離着陸がですね全面禁止になってしまいました。はい、風船で止まってしまいました。インチョン国際空港で北朝鮮のですねゴミ風船の残骸が発見され、23日午前1時、航空機の離着陸が全面中止されたということでね、はい、ゴミ風船で韓国の空港が止まってしまうというお話でございました。それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。